皆さん、こんばんは。ボアノイチ。ボアノイチ。久しぶりのブラリオ TV、スタートです。なんかいつもと違う。久しぶりで。ね。元気だった？元気だったよ。おかげさまで4キロ痩せましたよ。あ、ほんとだ。でもなんか今日寂しくない？寂しいよね。いつも水曜日だから、間違えちゃったのかな？いやいやいや、でも、そうか。そうだよね。今日も。今日木曜日だよ。そうだよ。明日、花金だよ。え、何それ？え、知らないの？花金。だから、え、なんて説明すればいいの？だ仕事金曜日最後じゃん、うん、だから花見たりパーってやろうみたいな適当に説明しちゃった。でも花見って言うんだよ。あ、そうなの。うん、今度使ってみて。でもさ、今こうやってうちら盛り上がってるけど、うん、2人こと忘れてない、うん、2人のことを今日。あ、そうだよ。ひどい。いや、だから寂しくないって言ってるよ。そうだね、そう。寂しいな。まあね、まずはうん、ファビがね、まあ、見せる場で今日ステージで、そう、ちょっと来れないんだよね。多分今頃歌ってるんかな。そうだね、そう、多分こう見せる場のステージで、そうそうそう、やってます。で、カウアンは多分ね、体鍛えてるか、うん、体鍛えてるか、フェジュワード食べるか、フェジュワード食べるか、そう、バーベキューやってるか、そうだね、可愛い娘をこうやってリフトアップしてるかそんな感じだと思うけど、まあ、今日は2人ともね、今日お疲れさんって感じで、2人でこうゆっくりやっていこうね。 ね、いいね。なんかちょっと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 待てよ、兄さんたち。ねえ、ごめんね、ちょー、なんか僕呼ばれて、何、肉食べてるか鍛えるかそれしかできないみたいな感じで今言ったじゃん。でも娘をあげてるかって言ったね。確かに。まあでもね、本当に皆さん、僕ちょっと遅れてしまったんですけど、はい、はい、ちょっと今日は参加させてもらいます。久しぶりだね。元気？元気だよ。ねえ、ちょっと夏始まったね。もう夏だね、うん、今日すごい暑かった、ね、もう夏始まった感じも、うん、やっぱなんかこう盛り上がってる感じ、うん、ねえ、今日てかなんかそう夏だね。キャップ、そのキャップ何何何何何、かわいいでしょ、ね、いいでしょ。だってもう似合ってるね、お前。似合ってるね、似合ってるね、似合ってるね。なんだよ、なんだよ、もうこれ。かわいいねん。かわいいねん。ほんとに。なんかあれに収まれてるの大変なんですけど。え、ちょっとテンション高すぎる。高い、高い、でもいいね。お前のこと好きやねんって。嫌いじゃない、嫌いじゃない、それ嫌いじゃない。まあ、ということですね、この今着てる、はい、キャップ、ちょっとウェル、うん、報告させてください。報告があるみたいなんで、はい、皆さんにも報告です。2人がなんでこうやってね、3人だ、うん、そう、2人じゃないね、被ってるっていうのは、なんと株式会社フリーダムさんからのご提供いただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ムートブリガードミスター黒川さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛くないですか、うん、いやもうね、僕もこれちょっと気に入っちゃってるね。トキオしかも面白いのが、このデザイナーさん、なんと日系ブラジル人なんですよ。あ、そうなの。そう、ブラジル に住んでる、うん、そう、日系ブラジル人の人がデザインしてるやつなんですよ、うんうんうん、しかも本当にね、生地もすごいしっかりしてて、うんうんうん、プラスさ、まあ、結構違う違う会社さんだとこういうところがないじゃない。そうだね。だからサイズが一つ買っちゃったらもうそのままでしか使えない。使えない。そう、だから頭太ることはないと思うんだけど、うん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 、まあさ、そういう意味でちょっと貸してあげるよって時にサイズのこういう変換できるのはいいよね。なあ、それはね。で、あれでしょ、なんかそうで、ちなみにこれネイマールも被ってたぐらいなんですよ。いや、そう、それね、なんかいろいろとちょっと調べたそう、インスタグラムで被ってんだよ。被ってんの、え、まず私と同じデザインのやつ。デザインもね、もうちょっと上手いやつだったけど、でもね、このハートのやつはこう、そう、あ、ハートのやつだった、やった ね、ネイマールも被ってるってことだから、やっぱもうこれは盛り上げるしかないでしょ。でしょ、もう夏の定番になりますよ。え、これどこで買えるの。なんとね、来月からうちはもう、ブラリオのサイトでも販売、はい、販売しちゃうの。しちゃいます。しちゃうの。で、で、今回それで特別価格にします。お、通常の値段より値切りましょうか。いくら値切る。いやまあ無茶ぶり。そう言われても 30% オフ。いやいやいや、もうファミリーセールじゃそれねえ、最初からブラリオ価格でしょ、まあ、ブラリオ価格。じゃあ 5% オフ欲しい。 8%
消費じゃない。8%、じゃあ来年の 8% は何？次、来年の 10% 10% でいきましょう。 10% オフ。はい。これはウェルの給料が引かれるのかな。そういうことですね、多分そんな感じで、ね、一応、そう、あの自分の知り合いの方から。なるほど、そうなりましたんで、ウェルの給料から引かれるということですね。皆さんたくさん買ってください。ちなみにこのモデルとこれね、はい、みんなで一個見せて。しかも I love my cat って意味で。僕のは私何も書いてない。え、でも書いてあるでしょ。嘘、書いてないよ。何も書いてない。そんなのハートシンプルにしたの。いいね。ちなみに何でも合わせやすい。可愛いでしょ。でしょ。トキオ。そういうグループ知ってるんだけど。それはいいよね。そういう。それもいますね。なんか聞いたことある。でちなみにまあこれ今日本当ファビが来ると思って。選んだんですけど、これがファビが選んだモデルですね。なんかこのティー、ファビっぽい。東京のティーでしょ。違うんですよ。違うの。名前が True Heart。 True Heart。 そう、なんで、ティーの、True のティーにハートがあるんですよね。なるほど。それで True Heart ですね。ここ True Heart をポルトガル語でなんて言う。ね、ちょっとめちゃぶりごめん、めちゃぶりごめん。コラソン、ポール。コラソン、ポール。いや、それだとピュアハートか。そうだね。でも大体同じような感じで、まあ、コレアサンベルダーデール、うん、いや、うん、そっちじゃない。そうかもしれない。でもそれはなんか、あら、振っちゃった私、申し訳ないです。振っといて何も喋らないっていうね。まあルワンダらしい、そうですね、ちょっと始まりなんですけど、はい、はい、まあ、これも終わります。ちょっと皆さんぜひホームページの方でね、ブラリオのページでも、購入いただけるということなので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、まあ、そしたら、はい、じゃあ最初のコーナーでいきましょうかね。そう、最初みんなツイッターです。どんどん番組を盛り上げたいので、あのハッシュタグはブラリオ TV です。はい、番組中どんどん皆さんメール、あの疑問質問何でもいいので送ってください。お待ちしてます。ちょっと見てみようか。おお、見てみよう。最初からいるかな。まあ今日はね、久しぶりだし、しかも水曜日ではなく木曜日ということなのでね。そうだね。これはなんか新鮮だね。ね、わからないけど、うん、なんかブラジルっぽい感じ。ブラジルっぽい感じが。だんだんと、だんだんとブラリオ TV も、やっぱこの、ちょっと、あの、まあ夏になってきて、ゆるくなってきたのかな。この時間に対して。ね、今までは、どこかの水曜日だったのが、どこかの水曜日じゃなくて木曜日みたいな。どこかの週になってるからね。そう、どこかの週のどこかの一日をやるっていうことなんで。はい。どう、なんか来てる？はい、来てます。やった。いつもお世話になってるけいこさんです。どうもありがとうございます。いつもメッセージありがとうございます。ハッシュタグブラウティービーまあいらないけど、そこ、皆さんこんばんは。陽気な時間がやってきました。やってきました。やってきました。今日もブラジル の、 あの陽気さとゆったりとした時間の空間を感じに来ましたよ。お届けいたします。イエイ。で、暑くなりましたね。おー、嬉しい。アイスコーヒーが美味しい季節になりました。おお、アイスコーヒーなんだ。へえ、お砂糖いっぱい入れちゃう。私、そう、みんなどうやって飲む？僕はね、アイスコーヒーは飲まないんですよ。基本ホット。でもそう、確かにブラジルは本当はホットなんだよね。アイスは日本で作られたんでしょ、アイスコーヒーって。もともとはそうなのかな。うん、だから海外にはなかったの。あ、そうなんだ。で、日本で爆発的に人気になって、それから海外に行ったんだ。なるほどね。それは確かにコーヒーマーケットってブラジル変わったもんね。変わったね。そう、だって覚えてるのが、あのカフェジーン。カフェジーン、ゴスト。ちっちゃいこのやつに、あのラフェーラのね、あの売ってたやつだと、スクエアセンター、そうだね。そう、50円で売ってたんですよ、このちっちゃいコーヒーが。うん、今の350円だよ。高くなってるね。高い高い。そんぐらいブラジルが。いやー、でもね、ちゃってますね。コーヒーね、季節だね。だね。なんかもう外でね、ちょっとこうにテラスに座って、この昼間の時間をコーヒー飲みながら過ごすのが、この時期の一番楽しみ。もう最高。はい、ね。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ早速番組戻っていきます。戻ります。はい、最初のコーナーはですね、春のイベントを振り返りたいと思います。はい、はい、じゃあこちらを変えまして、はい、まず4月19日ですね、ジャパンラムコネクション2015ですね、が行いました。
で、ゴールデンウィークのちょっと手前に、何ですか、4月25日から30日ですね、ちょうど、まあ、約1週間じゃない感じなんですけども、ブラジルの映画祭ですね、2015を渋谷のユーロスペースで行いました。で、4月29日の方に、豊洲ヤオンカーニバルですね、結構なんかいい感じのフェスティバルずっと続いてるね、さすがゴールデンウィークの感じですね。で、まあ、5月4日と5日、多分締めですよね、ゴールデンウィークの、はい、静岡サンバーカーニバル2015が行いました。ね、本当にすごい、絶対、なんだろう、ゴールデンウィークでは、うん、何もやってないっていう人はいますか？いや、むしろゴールデンウィーク、何してたの？僕、映画祭行きました。あ、ブラジル映画祭ね、はい、もちろんそうだ ね、はい、映画祭もありましたね。そう、ウルワナは何してた？私結構ゆったりしてたかも。ゆったりしてた本当に触れたくないあんまり触れられない、触れられないみたいな感じだね。ごめん、ね、僕はそこ、僕は、いや、ルワナ何してた？何してた？いや、もうゴールデンウィーク中はね、まあそれこそ映画祭も行ったし、うん、あとはもう本当にまあバーベキューもしたし、まあ本当にゴールデンウィークというゴールデンウィークをしてました。あれ、バーベキュー招待状来た。ですね、ゴールデンウィーク中のバーベキューは今回はちょっとブラジリアンスタイルではなくて、ちょっとまあ日本人スタイルでやったので、ちょっとね、はい、こじんまりとやらせていただきました。ごめんなさい、ちなみに僕も同じことをやりました。そうでしょ、こじんまりね、たまにはあえて言ってます。こじんまりやってました。いやいやいや、でも今回はですね、ブラジル TV が取材したイベントをご紹介したいと思います。ルワナお願いします。こちらです、どうぞ。まずはですね、ジャパンアムコネクションの2015です。これは4月19日日曜日、渋谷のサウンドミュージアムビジョンで行われたイベントです。世界の各国、50銘柄120本以上のラムとカシャーサが飲み放題。わお。カリビアンやラテンのミュージックの演奏もありました。そしてブラジルを代表してバハ・ヴェントがサンバ・ヘギを演奏しました。いいね、いいね。いやもうね、超楽しそう。めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。カーマンが言ってくれましたよ。僕はね、行ってきたんですよ。ただね、これはね、本当にね、ラム、やばい、やばい。雰囲気はね、どのくらい飲んだの？僕正直ちょっと数覚えてないです。幸せ。で、この後皆さんちょっとね、はい、いわゆる流すんですけど、はい、僕のちょっと酔っ払ってる顔にはあんまりちょっと気をね、持っていかないように、はい、ただちゃんとね、伝えるところは多分伝えていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでください。どうぞ。はい、皆さん、プラリオ TV カワンです。今日もですね、楽しいイベントやってまいりました。渋谷のですね、ビジョンで行われてる、ラムコネクションジャパン2015遊びに来てます。今から、イケジルのね、バージュレップをはじめ佐藤さんと一緒に、盛り上がっていきますので、皆さん行ってみましょう。はい、ペルー生まれ日本育ちなんですけれども、今ペルーの方で結構ね、いろんな番組出てるんですよ。日本で頑張ってるペルー人がいるっていうことでね、出させていただいてますんで、このままね、逆輸入できるような感じしますんで、でもその前に皆さんの応援が必要なんで、よろしくね。本当にこれからみんなと一緒に歌いたいと思いますけれども、皆さん盛り上げてくださいね。
スペイン語なんですけれども、音楽には言葉の壁は関係ないんで、手挙げて、スベラマノスベラ、スベラマノスベラっていうところで、みんなでこうやって揺らせてほしいんですよね。大丈夫ですか？スベラマノスベラ。ですけど、まだまだ郷さんは間違いなく最後までブラジルパゴージョンになるということなので、やってまいりました。ここがその郷さんになります。郷さん盛り上げてますね。最後の最後まで郷さん、郷さん、郷さん、してもらおうと思います。簡単なのでぜひ皆さん一緒に歌いませんか？どうですか？ありがとうございます。皆さんはえとあとおだけです。えあおだけしか歌いません。簡単です。簡単です。ボーボーダーデストレーラーイエアエアボーイエアエアボーイThank you.
はい、皆さんということですね。もうバハベントスさんのサンバヘギ大盛り上がり、僕も一緒にね、もう喉ガラガラになるぐらいまで叫んで手を動かして、もうすごく汗ダラダラなんですけど、本当に盛り上げていただきました。サンバヘギさんの皆さん、バハベントスパーフェクト、オブリガード、ムイトオブリガードということでですね、ラムジャパンコレクション2015ビジョンからお届けいたしました。皆さんまたプラリオで当てます。チャオチャオ。はい、いかがだったでしょうか。ラムコネクション2015のイベントの模様でした。ウェルド、まあすごい面白かったんだけど、なんか最後の川の顔が目がピンと合ってなかった。確かに だいぶね、多分あのラムに侵されてたね。最初とスタートとエンドが違ったね。違ったね。そうでしょ。でもだからなんかそうやって本当にイベントすごい楽しめたなみたいな。でもね、楽しみたいんだったらやっぱりそのなんて経過をね、見るのが楽しい、ね、確かにVTR の最初と最後やっぱ比べちゃうとね、だいぶだいぶまとまり感があったでしょ。そうだね。そうだった。すごい楽しそう。私も行きたかった。そうでしょ、ね、もうね、来年これ去年もあったし、うん、もう結構ね続いてるイベントなんだけど、もう本当にね行くたんびに人の数と、あとはその種類だったりとかがどんどん増えていくんで、もうすごく面白い。そうで、やっぱカリブっていうイメージっていうのも強いから、うん、なんて言うんだろうね、あのちょっとここにトロピカルな感じじゃないけど、ああいうクラブみたいなところの中でもそれが感じられるから、すごいね、すごく楽しくて、しかもバハベントやってたんでしょ、ね、そこバハベントスはね、すごいな、豪華だな。あの盛り上がり方はすごかったね。誰一人とも面白いほどにこうね、リズム取りながらこう動いてるでしょ、うん、下にいる人たちもみんな同じ方向にこうやって動いてて、おいい、ね、まとまり感がすごいあって、グルーヴが、へえ、みんな一つになったんだね、なった感じがあってすごい楽しかった。でも しかもさ、なんかすごいちょっぴり見てたんだけど、ゴーさん映ってるんだよね。そう、ゴーさんもね、DJ やってたよね、今ブレンブレンブレンのゴーさんがね、ちゃんとね、あのパゴジと、そしてあとブラジルのそのポップスをメイン、あのメインのところで DJ をしてもらって、もう本当に盛り上がって、あれはね、やっぱ踊っちゃうよね。そうだ、一緒に何人か女の子の友達が見てたんだけど、いいね、やっぱみんな踊ってて、これ知ってる知ってるみたいな感じがすごい。やっぱ知ってる曲流れるといいよね。ね、盛り上がるし、いいね。まあでも本当にね、今回のこのラム協会のね、イベントをもう毎年楽しくなっていくだけなので、皆さんもぜひ行ってもらいたいですね。まあ、今回ね、ラム協会の皆さんと、あとはお世話にいつもね、はい、なってもらっている佐藤さん、はい、ジュレップのね、佐藤さん、いつもありがとうございます。来年も楽しみにしてますんでね、はい、またお声かけてください。ゴーさんもバレューバレューごめんごめん、ゴーさんのマネーの位置よ、ちなみに。やべ、わかんなかった。バレューって。はい。そして次。春のイベントリスト、おい、こちらはですね、豊洲ヤオンフェスティバル、サンバヘギの、あのリゾとジラソー、うん、サンバのサウジがあの会場をパレードしたそうです。おい、いいですね、楽しそう。なんか写真あるかな、うん、これから出るかな。ちょっと待って、あ、来ましたね。おー、すごい鮮やかな感じ、ね、相変わらず可愛いですね、みんな、うん、いいね、服がいいね、素晴らしい。おー、いいね、ブレスマン。あー、すごいね、こんなに大きい、広いスペースで自然とこう一緒になってる感じ、いいよね。すごくいいで、楽しそう。おー、楽しそう。かわいいな、私もそういう服着たい。ね、これ手作りだよ。あ、言ってたね、そう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 、それそれ、そうだそうだ、ね、え、これみんな自分の自分で作るってことだよね。自分の自分作るっていうか、多分流れ作業じゃないかな。うん、みんなでね、仲良く、そう、多分自分のサイズ分かって、うーん。あー、でもいいな。で、これでパレードしながらその回ったってことだよね、うん、すごー、次、おー、あー、なんか雰囲気があるね、素敵素敵、いいね、この白とピンクがいいね、また素晴らしいですね。ね、はい、そう、本当にいい感じで、いや、もう本当にね、なんか夏を感じ始めるようなイベントがちょくちょくこれからスタートしたって感じだね。そうだね、なんかもうこのまま
5月、6月、7月、8月、9月、10月、12月ぐらいまでこの熱がね、冷めないようにちょっともう、そうだね、イベント情報にはもう要チェックしていくべきだね。サイトでもね、あのイベントの写真とかの載せてるので皆さんチェックしてください。はい、で続いては静岡のサンバカーニバルです。はい、ダランダランダン、今年でなんと15回目を迎えるサンバカーニバルです。あ、そうなんだ。はい、こちらはあのファビ君が静岡まで行って取材してくれました。ファビ、ありがとう、ありがとう。どうぞビデオご覧ください。ピョン。静岡サンバカーニバル、ここが今スタート地点で、今から、セレモニーが始まります。いやいやいや、さあ早速始まりました。チームバルバロスの、皆さんにインタビューしたいと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日は何回目の出場ですか？もう10年以上出てます。わお、10年。静岡サンバカーニバルに10年。静岡サンバカーニバル、バルバロスさんは浅草でもすごく、優勝回数何回目？頑張ってます頑張ってます。素晴らしいですね。今日ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、今日、チームのテーマっていうのは何ですか？2015年なんですけれども、静岡サンバカーニバルが最後の前年度の遠征堂を演奏するパレードになるので、
2014年のテーマ曲最後のパレードが静岡になります。素晴らしい。衣装も綺麗で素晴らしい。今日のイシャンのテーマとかは何かあるんですか？はい、これはですね、写真というテーマで写真、はい、フィルム、もう今フィルムとかなんかの名前なんですけど、フィルム会社のフィルムのイメージ、パッケージのイメージです。はい、今日はバテリア、はい、バテリアが出ます。はい、今日の意気込みを一言。はい、今日ちょっと天気が悪いんですけど、盛り上げていこうと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかね、すごい楽しそうだったんだけど、お父さんたち、いい顔してたね。嬉しいよね。嬉しいでしょ。いつもどこかちょっと違うところ見てるよね。あ
よ、メインのサブを。サブを見てる感じだね。いやでもね、やっぱりね、静岡ってほらブラジル人がすごく多くて、ブラジル文化がやっぱり根付いてる、ね、街でもあるし、ああやってやっぱそうやってね、自分たちの文化を取り入れて、なんかイベントにしてもらってるのはすごく嬉しい。いいよね、確かに。そう、本当に静岡に結構いるんでしょ。静岡めちゃめちゃいますよ。あれ、もともと岩田だったんだけども、うん、遊び行くときは基本浜松だったから、もう本当なんか地元みたいな感じで、だって看板とか日本語、ポルトガル語、英語みたいな、英語って感じか、中国語とか、ね、なんか日本語の次にポルトガル語が来てたから、ね、それはすごいね。やっぱりそれだけなんかやっぱブラジル人のそのコミュニティが多いってことだからね。親近感がありますね。ありがとうございます、はい。そしてこんな感じでですね、ブラビオ TV もいろんなところに取材してきました。うん、はい。いやー、ほんとね、なんだかんだ言ってみんな仕事してるね。してるね。ほんともう楽しいイベントばっかりで、ほんとにどこにしかね、すごいね。ね、毎回毎回楽しいイベントで、ほんとに。もう静岡からは、日本平からこう見る富士山とか、あおでんとか。なんかすごい日本語知ってるね。あもうこれね、5分前くらいからね、こう口をね、さっきね、なんか VTR 途中に横でプチ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 なんか言ってんなって日本米って言ったんだから。これ、ひら何みたいな。そう、日本平らよく言えたね。皆さん、今度使ってください。そうだ、でもちなみにあれ、俺言ったのに言ってなかった。何ね、なんか映画祭行ったじゃん、うん、そう、あの監視という仕事を見に行ったのね。おどう、そう、あのね、よかったんだけど、うん、なんかブラジル人には当たり前みたいな感じになっちゃって、あ、なるほど、なんだろう、でもすごかったのね。まあでも、うん、いいね、続けて。そう、あの友達と行ったのね。そうだ、友達は逆に驚いてた。うん、なんでかっていうと、900人の、まあ、牢屋にいる人たち、うんうん、そう、を、900人を、なんと、手錠3つだけで移すっていう。ちょっと今、ポンポンポンってハテナマークが来たんだけど。900人の、うん、人たちを、うん、3つの手錠だけで、違う場所に移すっていう、現状。どうだ、手帳3つしかないんでしょ。そう、でも900人いるんでしょ。そう、それをこっちにこの3つ、だから3人ずつ超えてやるの。そう、それ300回その無駄な手間時間かかるブラジルらしくないでも。そうなの。もっと手帳作ろうよだからそういうことで、そのお金がないからみたいな、そういうところを使うお金がないし。それは実際の話実際のどこ、ブラジルのどこ。だからそれは映画を見れば分かるっていう、だからその監視の人が映画そのなんか、まあ、初日から、うん、そうルーキーで入ってきて、そう、そのどういうステップを踏んでるかみたいな感じで、あ、そう、まあ、ネタバレになっちゃうから、ちょっといいんですかね、まあ、あんまり言わないですね、見た方がいいですよね。皆さん、ぜひね、そう、すごい面白かった。だから、ブラジルの感じは、僕は笑っちゃったのね、もう、あ、やっぱブラジルだなっていう感じだったけど、なるほど。でも、多分、日本の人から見れば、やっぱ、へぇーっていうのが、もうずっと続くから、まあね、それはね、面白い。確かに。そういう意味では面白い。まあ、日本では、いわゆる、ね、まあもちろん経験するって言ったら変だけどまあでもやっぱそういうのは見れないからね。そうだね、うん、やっぱいろんな映画ってさ、そのいいとこを見せるもよし、悪いところも見せるもよしじゃ ん、 うん、そういう意味ではでも結構やっぱリアルなブラジルもやっぱ実際こうなんだよっていうのを本当に見れて、なんか久しぶりにちょっと笑いましたね。本当に、ね、そういう意味ではいい映画でしたそこで分かれるよね。そこで笑える人 と、そうだね、驚く人と、そうだね、ちょっとね、ドン引きする人もいるし確かに、ね、いやでもそうだね、確かにそうだ、ウェル映画祭、そう、自分もねちょこっと、まあ、遊びに、ね、うん、行かせてもらったんだけど、そう、今回ね、そう、なんだかんだ言って僕も実は同じやつを見てるんですよ。マジでマジで、はい、嘘でしょ。あんまりね、だから、触れたくなかったって感じ。そう同じやつを見てて、まあ言われちゃったから、まあしょうがないかな。マジか、はい、ちなみにあれ、しもりの写真はあるんですかね。あ、ほんとだ、あ、一緒に、そう、その映画祭の記念の T シャツもちょっとね、まあプロモーション、お仕事しながらじゃないけど、あれは、
あ、頭の上にかき氷？かき氷？違う？あれ何？うん、わからん。かき氷。はい、じゃあ皆さんそろそろツイッタータイムに行きましょう。はい、はい、ちょっとお前らチェックしてみてください。はい、うん、やっぱり、あの、芸妓さんからやっぱブラジルって感覚知ってみたいなって。ブラジルの感覚ですか、はい、を知りたいってこと、はい、を知りたい。まあブラジルって感覚っていうのはやっぱりなんですかね、そのまあ適当なやりやつと適当な感じ、このまとまり感はもう本当にザ・ブラジルの感じだと思うんですけど、まとめたいタイプですよ。まあでも振りだけ振っといて適当だからね。まあそれもそこもブラジル感が、ね、まあでもブラジルの感覚とかっていうのは結局ね、ブラジル人だからみんながじゃあね、適当かっていうとそんなことなくて、でもなんかそのやっぱ楽しんでる感じがね、うん、大事っていうか、ね、間違いない。なあ、まあ見て多分思うことだと思うんですけど、常に3人笑ってる感じが、ね、あの何を思ってずっと笑ってるのかよくわかんないけど、まあでも楽しい。そうね、ブラジル人歯が命みたいな。ちなみにね、重曹で歯磨くと白くなるぜ。そう、あ、うちやってる。いや、本当に。はい、こんな感じですね。どうでもいい情報、すいません。どうでもいい情報、すいません。本当に。じゃあ続いてちょっと、ね、はい、ちょっと行きましょうか。続いてはあのブラリオ、あのサンバチームのコーナーです。はい。はい。さあ、今回はどうなったのかな、うん、前回からね、ちょっと時間で撮ってるの、みんなちょっとしゃがんでながら。あ、まだまだ少ないなぁ。はい。もっと入る、まあ、もっとみんな入って、入って。入りたいよね。いやもう本当にね、少しずつちょっと、うん、あの、そろそろ準備を仕掛けていかないと。でもさ、今半分来てるじゃん。うん、あと少し行ったらこれ、ブラジルの選挙権できない？あそこは大丈夫。今、ごめんなさい。国の情勢的に選挙権とか、そうですね、ダメだね。はい、確かに。ね、じゃあ気になると思うんで、行きましょうか。発表してください。はい。タランタランタン。はい。あの、美しく素敵なダンサー様たちが3名。加えることになりました。イエーイ。ありがとう。では写真ちょっと行きましょう。はい、はい、まずはですね、ブラジルから、ブラジル製のブラジル製、ブラジル製ユーコリン、ユーコリン、イエーイ、ユーコリン、ウェルカム、ユーコリン、ユーコリンさん、ベンビンド、素敵な写真、どうもありがとうございます。で、続いてはマヨちゃん、マヨちゃん、マヨちゃん、いいね、いいね。最後はいつもお世話になっております、さゆりさん、どうぞ。はい、と、以上の3人ですね。今回はチームっぽくなってきた、 なってきたね、なんか鮮やかになってきた感じ。そろそろ女性のね、ダンサーが必要って話してたじゃない。はい、やっぱそしたらね、トップダンサーのメンバーが、ね、豪華でしょ、豪華に。いや、マジガツンとブラリオ、まず飲み会いきましょうか。飲み会目的。はい、まずはゆうこりんですね。はい、ユーコリはですね、あのフェスダンサーで、あのハイヤーをしています。ハイヤーっていうのは、あの、まあ、チームの、あの象徴するですね、あの、まあ、トップダンサーのことですね。はい、ユーコリは本当に、あの、美しくて色気があって、色気があるんですよ。色気見ちゃいちゃったね、言っちゃった、すいません。いや、すいませんじゃないか。はい、まあ本当にあの3番の衣装とかも本当に似合いますが、僕はね、多分あの、なんて言うんですか、着物、着物が多分似合う女性だと思うんですよね。あ、あの、私着物のさ、ここが、そうそう、それそれ、首筋っていうの、そう、噛みつきたいみたいな、で、ここちょっとこう、こう下ろしてるみたいな、セクシーだよね。わかるわ、いいよね、女性から見てもなんかセクシーって思うね。そう、だから首もあるし、スマイルもある、うん、とってもチャーミングじゃないですか。うーん、最高ですね。まあ熱い熱い。ゆうこりん、ありがとうございます。なんか違うか、この言い方、本当にありがとうございます。イエイ、まとめた。ここなんか壁あるみたいな。なんかやっぱ今日はテンション高めだね。いや、でも久しぶりじゃん、こうやって。そうよね、こうやって自分表現できるの、こういう立場で。確かに。ただね、嬉しくてしょうがない。行きましょう、行きましょう。まよちゃんです。まよちゃん、はい、まゆちゃんですね、あの、マルコマの所属している、あの、松戸セレージャのトップダンサーです。
ハイヤモーマーを経験をしていますね。で、あのもやい祭りの時にあの番組にもあの出てくれました。はい。で、まやちゃんはですね、本当に健康的な、まあ、美人なんですけども、そしてとにかく明るいんですよ。おー、いいね。で、明るいということはイコールウェルトンと同じなんですよね。はい、それ言うと思った言いたかったんですよね。本当にまやちゃん食べてこういう感じで気が合うと思うんで、うん、ぜひ一緒に楽しみましょう、うん、で本当にあの運動とかもできそうなんですよ、彼女。できるでしょう。でしょ。でもね、彼女曰く文系らしいんですよね。なるほど。そう、面白い。そのギャップもいいよね。いいよね。いいよね。私できないっつって見たらね、俺と一緒にスラックラインやってるとか綱渡りやってる最高じゃないですか。最高だね、ウェル。ね。ありがとうございます。よしよしがなんか来てる。最高だね、ウェル。ウェル。やばい、面白い。まあ本当はもともとはね、あのボーカリストやってたんですよね。うん、そのまあその活動も広げようとしてあのやってたんですけど、まあべあのダンスも勉強し始めて、うん、まあその時にサンバと出会ったみたいなんですね。はい、素晴らしい出会いだったね。はい。で、そして最後にはさゆりさん。はい。まあ、さゆりさんはですね、あのスタタルギーヤンスというあのサンバチームを率いて、まあ、現役のダンサーでありながらサンバを広めですね、新しいダンサーを育てています。で、バラエル TV では何度も本当にあの、まあ、登場してくれてですね、今回の静岡の取材の方にもお世話になっております。で、あのブラジルのカーニバルにもあの何度もですね出てもらって、あのリポーターとしてもしてくれましたね。毎回どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当に近いうちにみんなでその盛り上げ ねやりましょう。やっていきたいですね。まあ、ということでこのトップダンサーね3名が、はい、チームになってくれたわけなんですが、ますますねこのブラリオサンバチーム、はい、強力になること間違いなし。でしょ。で、今なんかすごい情報が入ったのが、まゆさん番組に歌ってくれるって。おイエーイ、これは嬉しい。ありがとうございます。今情報入って、今たった今この情報をいただいた。まゆさんありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。すごい。これ揃ってきたね。ね、やっぱりもう歌もあればダンスもあるし、もうあとはもう美もあるし、ね、もうブラジル感満載だね。今回の、このサンバカニバル、ちょっと浅草は僕たちいただいちゃうかな、うん、いただいちゃうね。ちゃいましょうよ、ね、ところで今年の浅草サンバカニバルはいつ？はい、8月29日。8月29日土曜日だね。そう、まさに8月の肉の日です。なるほど。肉まとめちゃったぜ、まとめちゃったよ。肉だね、来たね。え、っていうことはあと3ヶ月。やばい。メンバーまだ足りないんじゃない？もうちょっと足りない。もうちょっと増やさないとね。そう。ちなみにね、アスタタルギンアスってどういう意味か覚えてる？わかるよ。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 どうぞ。言っていいよ。いや、どうぞ。いやいや。アスタタルギンアでしょ？タスタルギンア、あの、タスタルガは、あの、カメ？はい。で、タスタルギンアス。なんでもちっちゃいとかいっぱいあることをね、ニンニャってつけるの最後に。そう、ダメ、説明して誰か。そう、だからウワナがタタルガだったら、なんかやだな。ウワニンヤ、エルタミシャマンジタタルガ、シャマンジュエンタイスシン、ひどい。いやいやいや、ルアニンヤって言うでしょ。そう、ニンニャ。そう、そう、だからタタルガがあってタタルギンヤですね。ぜひ覚えてください。結構海の人、あの好きな人は多分ね使えるよね。そうだね、タルギンヤ。ハワイ系とか、そういうブラジルとか。だから、ウニチンニャとか、かわいいね、ニンニャをつけるの。そう、なんでも、あの、ニンニャ。特に、あの、女性名詞の時は、ニンニャ。で、男性の時は、ニンヨ。例えば、ほな、ジンヨ。そうだね。だと、ちっちゃくなるっていう、ね。ニャニョ。かっこいい時は、ブニッタン。ブニチンヨだと、かっこいい、かわいいだよね。ブニッタンだと、超かっこいい。いいね。みんな今度使って。まあ一応これも講座でね、何回もやってると思うんですけど、ね、またおさらいとして使ってみてください。はい、ちょっともう一回ツイート見ましょうか。そうだね。お、そうだ。あの、けいこさんが今気づきました。プレゼントの、あの、
なんだっけコーナーで見ていたらセージオスメンディスのコンサートチケットがもらえる応募があったんですねって。そうなんですよ。そう、大阪公演があるなら応募に気づけばよかったのになって。ちょっと見るの遅かったってことなのかな。ね、そうですね。ちょっとまた。残念。多分来年もまだ来てくれること間違いないですね。そうですね。去年行ったで今年昨日か。昨日2人で行ってきました。すっごい楽しかったね。ね、すごいもうねやっぱブラジルだね。最後はねもうみんな立って踊っちゃってたもんね。もうやっぱもう去年と同じですね。パターンか。パターンが一緒かもしれない。はい、はい、まあ次回もですね本当に素敵なメンバーもご紹介いたします。はい、はい、ではですね皆さん今回のブライル TV いかがでしたでしょうか。久々です。なんか久々で楽しかったし、うん、まああらかじめ僕らはやっぱブラジル人なんだなって思いました、ね、今なんでブラジル人なんだねえ。いや今日はねちょっといつもより静かにちょっと眺めてみようかなと思ってたんだけど、うん、このねやっぱノリはね、持ってかれるね。持ってかれる。もうすいません、僕のせいです。いや多分ここにいる僕が持ってかれるってことは、見てるお客さんも、やっぱね、何が爆弾みたいな感じだろうね。どこで爆発するかわからないじゃん。どこで。あれ、これいいのかな。ね、でも本当にこのブラリア TV として、本当なんかね、一人でも多く皆さん笑ってもらえるんであれば、はい、ね、すごく僕たち嬉しいんで。おー、綺麗に盛り上げてくれた、はい、ね。そうでしょ。カモンはまとめ役だね。でしょ、ね。まあ、そして、本当に最後に、まあ、何ですか、ここ滑っちゃダメだよね、ここ滑っちゃダメだよね。最後にここで滑っちゃうとやダメだよ、ね、まあでも逆に完璧に言えても逆に言えるらしくなくて。まあ本当にこのかっこいい帽子を提供していただいたあの、ね、フリーダムさんですね。はい、本当に東京。ちなみにこれ I love my caps って書いてるんですよね。そう、キャップが、俺のキャップ大好きだぜって。うん、さっき言った。そうだね。はい。はい、まあ本当にサイトの方でもですね、6月の上旬ぐらいにきちんとした発売、スタートしますので、ぜひアクセスしてみてください。で、ちなみに本当にうちらの方のサイトですね、ブラリオのサイトでも販売いたしますので、10% ですね。10% でやりますんで、本当にぜひアクセスしてみてください。 10% オフですよ、皆さん、はい、お見逃しなく。ぜひ夏はこちらの帽子で楽しみましょう。はい、行きましょうか。どこだ、俺頑張れ、これこれ、はいはいはい、はい、ありがとう。では最後に告知です。番組の感想や質問、疑問など本当に何でもいいので、ぜひブラジルで知りたいことありましたら、ツイッターでもこうやって自分たちもこうやって返してますんで、ぜひやってみてください。で、本当にブラリオのサンバチームですね、メンバーも募集してます。本当に夏の肉の日に向けてぜひ皆さんと楽しくやれますんで、よろしくお願いします。で、音楽コーナーですね、本当にまあ、ブラジルのアーティストとかそういうので紹介していただきたい人はぜひうちの方にもね、うん、はい、はい、ください。で、あとコラボとかですね、行いたい方はぜひまあ、こういう感じで自分たちも今日はこのキャップ紹介してるんですけども、他のなんかね、知りたい、まあまあ、そのブラジルとね、何か関係あってあるものがありましたら、あとは一緒にね、ぜひ広めていきたいっていうのがあれば、僕たちもね、はい、協力していきますので、はい、一緒にね、このブラジルと日本をもっともっとつなげていきましょう。はい、では次回もまたいつになるかな。どこかですね。6月のどこかの水曜日かな。夜8時、水曜日、木曜日じゃない、木曜日かな、わからないけど。まあ、多分ね、そちらはね、ホームページ、ブラリのページでね、チェックしてください。多分8時だけはね、絶対やってるから。8時はい、ね、テレビを8時につけるという感覚で、ユーストリームをこうやってつけていただければ、ユーストリームをつけて見ていただければと思います。はい、ということで、お決まり次第お知らせしますので、皆さんまたありがとうございました。チャチャー、バイバイ。